雑貨はみんなを笑顔にするウィッシンデザインホームセンターの森田です。今回はこちら、はい、クッション&ブランケットスリーピングバッグ S をご紹介させていただきたいと思います。2回にわたってね紹介させていただこうかなと思っております。今回はですね、使い方を説明させていただいて、次回はですね、これのね畳み方をね、ご紹介させていただこうと思います。まずはですね使い方の前にちょっとカラーリングをね、ご紹介しますね。まずこちらカーキーです。はい、次、はい、こちらがブラックですね。はい、その次に、はい、このレッドの3色展開となっております。そしたらですね今からですねどのように使うのかというのを、ちょっと場所を変えて説明させていただきたいと思いますので行ってみましょう。はい、ではですね使い方を説明したいと思います。まずはですねこれ簡易的な枕としてね使うことができます。結構ねほらクッション結構分厚いでしょこれ、ね、でちょっとお昼寝したいなとかそんな時にねもうこれがねもうすぐそばにあればもうこのままね枕として使うこともできます。でまあやっぱりね在宅がまあね結構多いと思いますんでやっぱり長時間座ってると腰がね痛くなりますよね。そういった時にまあこれをね腰に当てていただいて、まあ、こんな感じでね腰に当てていただくと長時間ね座っていても腰の痛みが楽になります。ではねこれちょっと開けてみたいと思います。はい、開けるとねこんな感じですね。はい、これをはい出していただいて、で、この開けたこの今持ってるところをですねくるっと反対に回していただいて、これ全部ねこうこのようにに裏返します。はい、裏返すとこういう感じですね。でファスナーをねこう上げていただくと、これね、ちょっと遠くから見ていただいたら分かりやすいですね。はい、このようにブランケットになります。はい、後ろこういうね、感じです。はい、こんな感じです。はい、なんでやっぱりね今最近はねここ最近は日中ちょっと暖かくなってきましたけれども、朝とかねどうしても夕方以降はちょっと肌寒い時がありますんで、まあブランケットでこうねダウンを取るのもいいですし、でまあこのようにねこんな感じで膝掛けとしてね使っていただくのもいいんではないかなというふうに思います。またねね台所とか、まあ、外ちょっと出かけるときにですね、ここね、こういうふうに、こっち側こうなってます。これをですね、こう、ちょっと腰にね、こう巻いていただいて、こう巻いていただいて、くるっとひっくり返したらね、これでね、すぐにあったかい、エプロンとなります。あ、これ素材がですね、ポリエステルなんで、結構ね、こうするだけでも結構あったかいんですよ、膝元とかが。だからすごいね、まあ台所もし寒かったりしたらね、こういうのはいいんじゃないかなって。まあちょっとお外とかね、外とか出るときにもね、やっぱり肌寒いときあると思うんで、まあちょっとこういうのをね、こういうふうなエプロンタイプとしてね、やっていただくのもいいんではないかなと。ちょっと後ろね。あ、これ後ろちょっと間抜けですよね。これ外出られへんかもしれない。ちょっと間抜けで。はい。まあ家でね、使う分には全然いいかなと思うんで、こういう風なね、使い方もできます。はい。あとですね、そうそう。あとですね、ちょっとこれ考えたんですけど、まあこれを使ってですね、小さいね、お子さん、まあ赤ちゃんがね、いらっしゃるご家庭でしたら、例えばですね、こうして、いないいない、バーッとかね、こういう風なんで、あやすこともできるんじゃないかなという風なね、今思いつきでやっちゃいました。はい、以上でね、まあ今回はね、こちらのね、商品の、まあ、使い方をね、ご説明させていただきました。もしよければですね、他にもね、こういう使い方した方がいいんじゃないかっていう風なことがあればですね、コメント欄の方にコメントしていただきますとですね、
参考になりますんで提供させていただきます。はい、今回はね、こちらクッション&ブランケットのですね、スリーピングパック S の使い方をご紹介させていただきました。次回はですね、こちらのですね、ちょっと畳み方をね、紹介させていただきたいと思います。最後までね、ご覧いただきまして、いつも本当にありがとうございます。